ですが、書くまでもねえことだったから書かなかっただけじゃねえのか。どうなんだ、モノ君。黙秘権を行使。そのパターンでしか呆れ返って何も。でも前の田中君の時もモノクマファイルにあえて書いてなかったことって決まってその事件の重要な謎になってたよね。今回もそうだとおっしゃるのですか。ちょっと待てや。じゃあコマエダが死んだ件にはまだ裏があるってのか。やっぱりコマエダは自殺じゃねえとでも言うつもりかよ。そもそも自殺って言い出したのはおめえらじゃねえかよ。いや、狛江田が自殺ってのは間違ってないと思うんだけど、だけどただの自殺じゃないっていうか、ちょっと思ったんだ。あいつは本当に俺たちを皆殺しにするために自殺したのかって。狛江田をかばうのかよ。そうじゃない、俺が言ってるのは悪い意味でなんだ。悪い意味？あいつの悪意は俺たちの想像以上だった。それを思い出したからこそ気になるんだ。この程度でその悪意が終わるのかって。これくらいでたどり着けるような真実があいつが命がけで企んだ悪意だったのか。だって相手はあの狛江田なんだぞ。面白いな。君は狛江田君のことを本当に信用してるんだね。彼の悪意を信用するからこそ彼の悪意を疑い続ける。なるほど、それって新しい形の友情のあり方なのかもしれないね。何が友情だよ。で、みんなはどうするの。本当にこのまま投票しちゃうの。私は全員が納得するまで続けるべきだと思うけどな。たとえ念のためだとしてもさ。そうですよね。投票のチャンスはたった一度きりですもんね。念のためでいいんだな。仕方ねえな。こうなったらとことん付き合ってやんよ。めんどくせえけど、おめえらがやるっつってんのに俺がやらねえわけにはいかねえだろ。おい、モノクマ、聞いただろ？投票は延期だ。ここまで来たんだから、最後まで頑張ろう。みんなの力を合わせれば、きっと大丈夫だよ。私はそう信じてるもん。じーん。素敵でちゅ。姫の皆さんは素敵でちゅ。そうでちゅ。皆さんの気分。ぷぷぷぷ。
ちゃった。男だらけに釣られて乗っちゃった。何から始めるんだ？モノクマファイルに書いてない死因の件からか？試しに一旦全ての先入観を取り払った上で話し合ってみない？最初からあのやりがち名称になったって前提で話を進めてきちゃったけど、それ以外の可能性を確認しておいた方がいいと思うんだよね。いろんな可能性って言われてもよ。槍以外で致命傷の可能性があるとすれば、右手のナイフぐらいですけど。確かにひどい傷だったけど、致命傷にはならないんじゃないか？それを言ったら、両足の刺し傷と左腕の切り傷なんてもっと違うよな。いきなり打ち止めか？でも、なんかまだ見落としてる可能性があるような気がするんだよね。だったら片っ端から思いつく限り上げてみようぜ。そうすりゃはっきりすんだろ。そうですよ。こういう時こそ力を合わせましょう。槍以外の致命傷を考えましょう。右手のナイフは違うんだよな。それ以外の傷でもないんだよな。それらの傷を全部まとめて、出血多量で死んだってことはねえか？焼死なわけないもんね。見た目に残らない死因だったのでしょうか。目立たないってレベルでいいなら、チョークスリーパーで締め殺したとか、ボディーブローで内臓破裂とかだな。想像するだけで嫌な死に方だな。槍以外の致命傷を考えましょう。右手のナイフは違うんだよな。それ以外の傷でもないんだよな。それらの傷を全部まとめて、出血多量で死んだってことはねえか？焼死なわけないもんね。見た目に残らない死因だったのでしょうか。目立たないってレベルでいいなら、チョークスリーパーで締め殺したとか、ボディーブローで内臓破裂とかだな。想像するだけで嫌な死に方だな。槍以外の致命、右手のナイフ、それ以外の、それらの傷、出血多量、焼死、見た目に残ら、目立たないってレベルでいいなら、チョークスリーパーで締め殺したとか、ボディーブローで内臓破裂とかだな。しまった。これが俺の
俺たちの結末。俺たちは諦めたりはしない。槍以外の致命傷を考えましょう。右手のナイフは違うんだよな。それ以外のそれらの傷、出血多量、少し見た目に残らない死因だったのでしょうか。目立たないってレベルでいいなら、チョークスリーパーでし、ボディーブローでな。想像するだけで嫌な死に方だな。槍以外の致命、右手のナイフ、それ以外のそれらの傷、出血多量で、少し見た目に残らない死因だったのでしょうか。目立たないってレベルでいいなら、チョークスリーパーでし、ボディーブローでな。想像するだけで嫌な死に方だな。槍以外の致命、右手のナイフ、それ以外のそれらの傷、出血多量でし、少しそんなわけないよね。見た目に残らない、それに賛成だ。そうだ、その可能性を忘れてた。見た目には残らない方法って言えば、毒殺って可能性があったよな。毒殺？確かに見た目には残りませんけど、なぜ急に毒の話が出てくるのですか？思い出したんだよ。狛江田のコテージを調べに行った時に妙なものを見つけたんだ。そこにあった冷蔵庫の中にモノクマ特製の毒ってのが入ってたんだよ。毒？それも毒殺専用の毒だってさ。そっか、そういえばそうだね。あんな不吉なものが事件に関係してないわけないよね。もし死因が毒殺だとしたら、狛江田さんの体に直接的な傷は残りませんよ。ただ毒殺だと体に特徴的な死斑が出ちまう場合が多いけどな。へえ、さすが薬には詳しいんだな。どういう意味だ？でもいくら死斑が出たとしても、体があれだけ血まみれになってたらさすがに気がつかないよね。まさか自分の体に傷をつけたのは、それをカモフラージュするためだったのか？そういう可能性もあるんじゃないかな。けどよ、お前だは両手が塞がってたんだぞ。どうやって毒を飲むんだよ。左手は縛られた上に槍を握ってたし、右手にはナイフが刺さってたんだもんな。指向性の毒でしたら、その前に飲んでおいた可能性もありますよね。いや、瓶のラベルにあった注意書きには即効性があるって書いてあったんだ。じゃあ無理だろう。死ぬ直前は両手が塞がってんだからよ。ここで硬くなる尻尾の登場だ。おめえはその尻尾を過大評価しすぎだ。そもそもあいつの口はガムテープで塞がれてんだぞ。毒を飲むにしたって口に入れられねえじゃねえか。どうやっても毒を飲めないなら無理かもしれない。を見せかけて、まだ可能性はなくなったわけじゃないよ。あるのか？ねえよ、どう見ても槍で死んでんじゃねえか。むしろこれだけ可能性が絞られたら逆に考えやすいかもしれないね。消去法大作戦だよ。その手がかりは毒の注意書きにあるはず。
推理はつながった。毒を飲んだわけじゃなくて吸い込んだとは考えられないか。吸い込んだ？その毒薬の注意書きに書いてあったんだ。気化すると危険って気体を吸い込むと危険って意味だよな。毒ガスか。それなら鼻から吸い込めばいいだけだ。お前だはそれを知ったんだな。その毒ガスを倉庫の中で吸い込んだってのか。けど倉庫に毒ガスが蔓延してたんならどうして俺らは無事だったんだ。そうか、倉庫のスプリンクラーだよ。俺たちはあれのおかげで毒ガスを吸わずに済んだんだ。スプリンクラーのおかげで毒ガスが消えたのか。火だけじゃなくて。あのね、これも毒薬の注意書きに書いてあったことなんだけど、ですね、気体になった毒がスプリンクラーの水によって分解されてしまったのですね。その上毒ガスは空気より重いらしいから立ってた私たちには影響しなかったんだろうけど、逆に寝てた狛江田は思いっきり吸い込んじまうってわけか。これだけ条件が揃うってことはきっとただの可能性じゃないんだろうね。あいつの本当の死因は毒殺だったんだ。あいつの全身の傷も腹に刺さった槍も俺たちをその真相から遠ざけるための。でどうしたんだよ。え、狛江田が毒殺で死んだってのは分かったけどよ、それがどうしたんだ。結局あいつが自殺ってのは変わらねえんだろ。だったらもういいじゃねえかよ。狛江田は自分が用意した毒を吸って死んだ。自殺ってのはやっぱ一緒だな。まあこれですっきりしたじゃねえか。本当の死因もはっきりしたことだし、よし、すべての謎は解けたはずだ。安心して投票タイムに入れんだろ。いやだけど。なんだよ、まだなんかあんのか。おい、どうした。もう迷い必要なんてねえはずだぞ。共犯者がいたかも。ななみさん、今何とおっしゃったのですか。狛江田くんが自分で持ち込んだ毒を吸って自殺したんだとしたら、どうしてあの現場にはそれらしきものが残ってなかったのかな。それらしきもの。狛江田くんが倉庫に毒薬を持ち込んだなら絶対に残ってなくちゃおかしいはずなのに。そうか、それって毒を持ち運ぶための容器のことを言ってるのか。うん、持ち込んだ狛江田くんが自殺したならどこかにその容器が残ってないと変だよね。
容器がねえと持ち運べねえのか。ああ、それも注意書きに書いてあったんだけど。そんなの、あん時の火事で燃えちまっただけだろ。プラスチックかガラスの容器なんだよ。跡形もなくなるまでは燃えないよ。同じプラスチックで作られた消火弾の容器だってちゃんと破片が残ってたのにさ。じゃあ誰かがその容器を処分したってことか。それで共犯者か。そんなのありえませんって。だって共犯者なんていくらなんでも。つうかそれすらどっちでもよくないっすか。だって共犯者がいたところで駒枝が自殺したのは変わらねえわけだし。そうだな、誰かが間違って現場から持ち出しただけかもしれねえしな。ああ、そうか。そうだよな、そうに決まってるよね。あ、そろそろ一件落着でいいんじゃね。もうどんでん返しなんていらねえって。それじゃあダメなんだ。は？あいつに駒枝に見透かされてる気がするんだよ。誰も犠牲にしたくないって理由で一番楽な駒枝の。もしここに駒枝がいたらきっと今の俺たちをあざけ笑うはずだ。君たちの希望なんてその程度だったんだねってな。駒枝くんのゴーストが囁いちゃうんですね。うぽぽ、死んだ仲間の友情パワーが炸裂なんて、いかにも少年漫画的で熱くなる展開だよね。ま、やっぱり歪んでるけどね。うるさい！本当に黙ってて。てめえの言いてえことはわかるけどよ。結局さっきの死因の件と一緒だろ。その容器の謎が判明したところで結論は何も変わらねえんだ。だって自殺なのは一緒なんだもんな。もし共犯者がいたとしてもわざわざ暴く必要があるのですか。さっきクズリュウさんがおっしゃったように誰かが間違えて持ち出しただけかもしれませんし。でも真実から目を背けてそれで終われるとは思えないんだ。もういいじゃねえか。知らねえ方がいいことだってあんだよ。それに俺らが気づかなかっただけかもしれねえだろ。ほら、容器が消火弾の破片に紛れてたせいとか。
消化管の病気は消化管の病気は、そもそも毒が入れられない病気は誰かにこっそりそっちの姿を分かったって最初から持ち出す必要のない病気なんだ。そうそう、ぼちぼち開催あれと同じ病気に俺たちが血が使う他の消化管の病気が後で病気をしよう。曖昧ですね。俺らが消化管の病気をお見通しだったのかもよ。消化管なんだもん。バカ、そうなんだ。私は最初の消化管をつけたときよき、あの余裕器は下の下にさらさらに海で見て吸入にされていたはずです。そうなんだもん。どうしてそんなに入れ込めばいいじゃねえの。それはそうなのですが、ちょっと待て待て、アルミの型だって。ヒーロー君か、それくらいにもしかしたらだったら間違いない。やっぱりお前は消化管の病気を入れられたんだ。だが、それはよねえって。ソニアさんのことだったじゃん。ソニアさんのことが根拠になるわよ。お客は消化管に入れ替えられたってことでね。これで侵入できる。知らせられたとき、ベッドの下からこんなものを見つけたんだ。なあ、ただの耳じゃないか。いえ、ただの耳ではなさそうです。私が見た消化管の中も、それぞれと同じような青い網目でした。消化管の耳に落ちてた網目が、お前の間の部屋に落ちてたのか。それにね、ここは山の部屋から見つかったんだ。それだけじゃないんだ。それって、どうして消化管の容器に入れるときに使うからか。危険な毒だからな。入れ替えの際に最新の注意を払ったんだろう。だどうしたんだよ。お前らが消化管の容器に入れて持ち込んだ毒薬を自分で知って死んだんだろ。結局あいつは自殺じゃねえか。だったらもう一回それを容器を処分してねえってことはさ、やっぱ共犯者なんていなかったってこと。ほら見ろ、やっぱ結論は同じじゃねえか。確かに共犯者っていうかは私の勘違いだね。そんな人なんていなかったわよ。そうですよね。それよりもっと恐ろしい真実だったんだよ。もっと恐ろしい。おい、なんだ。なんだよ。さすがにもういいんじゃないですか。前よくないよ。ね、でも気づいちゃったんだよ。気づいたって。お前がな、毒薬だったらそれが持ち込まれたのはいつなのかな。前だがそう考えてたら気づいちゃったんだよね。それが恐ろしい真実ってやつか。多分それは同時に行われたんだよ。俺たちが消化弾を投げた時か。そうだと思う。私たちは多くの火事を消化しようとして、みんなで消化弾を投げた時、毒は倉庫に持ち込まれ、そして毒ガスとなってこの前田君を襲った。だとすると毒を持ち込んだのも、その毒を撒いたのも俺たちの中の誰かってことになる。なんだそれ。この中の誰かが毒入りの消化弾を投げてこの間を殺したってのか。ちょっと待てよ。だったらこの間は自殺じゃないってことになる。なんだよそれ。やったじゃねえか。お前らは自殺だって言ったじゃねえか。それなら、お前らを殺したのは誰なのか。
誰が真犯人なのかってことだね。わかるのか。お前田君を毒殺した毒入り消火弾を用意したのって誰だったっけ。そうか、そんなの狛江だろ。その話はさっきしたばっかりじゃないか。じゃあその毒入り消火弾を投げるきっかけになった倉庫の火事を仕組んだのは誰だっけ。そうか、それも狛江だろ。おい、同じこと何回聞いてんだよ。次が最後だよ。今までの事実を踏まえた上で、狛江田くんが倉庫に放火した理由は？そうか、もしかしてあいつは俺たちに消火弾を投げさせるために倉庫に放火したのか。火を消させるために火をつけたってのか。なんでそんなことを。罠だったんだよ。罠？毒を用意したのも、毒を投げるきっかけを作ったのも、何もかも狛江田くんの仕業だった。全部私たちの誰かに毒入り消火弾を投げさせるための罠だったんだよ。だからその誰かってのは誰なんだよ。それはわからない。きっと投げた本人にさえわからないんだよ。は？まさかそれが狛江田の罠なのか。これは誰かが故意に行った殺人じゃない、狛江田にやらされた殺人だったんだ。そのためにあいつは中身を毒に入れ替えた消火弾をあの中に紛れ込ませておいたんだ。誰にもわからない犯人を仕立て上げること、それが狛江田の本当の目的だったんだ。なんだそりゃ。狛江田さんは自殺ではなく他人を使って自分を他殺させたと。そのために狛江田くんは誰かに自分を殺させるための罠を仕掛けた。毒入り消火弾もあの火事も罠、火元をカーテンに選んだのだってそう。あそこで私たちがカーテンに向かって投げた消火弾はどれも床に落ちてから割れていた。そのおかげで床に仰向けになった狛江田くんは空気より重い毒ガスを効率よく吸えたんだろうね。そしてまてよ、そういうことならその毒が死因とは言い切れねえだろう。槍を握ってた手を離したのは毒のせいかもしれねえが、直接の死因がどっちだったかなんて。だとしても槍を落とすきっかけになったのはその毒薬だったわけだから。そうですね、その毒薬を吸わせた人物が狛江田君を殺した犯人となりますね。マジかよ、それがあいつの罠だったんだ。自分の全身を執拗に傷つける自殺すらこの真相の偽装工作にしか過ぎなかったんだ。あいつの本当の目的は誰にもわからない犯人を作り上げること、推理だけではどうしようもない謎を俺たちに突きつけることだったんだ。きっと自殺が偽装工作だとバレることまでは彼も想定してたんじゃないかな。解くことができる謎は結局解かれる運命にあるからね。けど彼はその先に解くことができない謎を用意しておいたんだよ。謎を解いていき希望を積み上げていったところで巨大な謎を叩きつける。解けない謎はないと思い込んでるお前らはそこで勝ってない絶望を味わうことになる。
つまりあいつは今までの学級裁判の展開自体を自分のトリックの布石にしてたんだね。全ての謎が解けるとは限らない。ふっふっふ、小前田くんらしいひねくれたトリックだね。めちゃくちゃだ。そんなのめちゃくちゃだろ。私のせいです。消化弾があるなんて言い出してしまったせいで申し訳ありません。私を犯人にしてください。そういう問題じゃねえだろ。ソニアさん悪くないっすよ。きっとそれも狛江田の悪巧みのせいっす。で、俺らはどうすりゃいいんだ。どうやって犯人を突き止めればいいんだ。無理だ。無理？その判断のつかない状況こそが狛江田の狙いだったんだ。だからもう。ですけど、犯人がわからないのは小野熊さんだって一緒ですよね。そうだ。あんな監視カメラ程度でそこまではっきりとわかるわけねえって。モノクマがわかんねえなら裁判は無効だなあ。そうだろ。あのね、監視カメラがどうとかそんなせこい話ではなくてですね、僕にはこの島のどこで何が起きてるか手に取るようにわかるんですわ。実際ソニアさんは昨日は3回もトイレに行ったよね。そのうち1回は大きい方の。やめてください。お先に行けなくなってしまいます。なんでそんな羨ましいじゃなくてとんでもな能力があるんだよ。というわけなので、もちろん裁判は無効じゃありません。頑張って犯人を当ててください。当てろって言われても方法もねえのにどうやって当てろっつうんだ。諦めるしかないのですか。うん、諦めるのはまだ早いよ。あるのか、犯人を突き止める方法が。なんとなくだけど、もしかしたらそうなんじゃないかって可能性が一つだけあるかも。本当か。あのさ、もう一度最初から小前田くんの犯行を振り返ってみてもいい？なんとなく浮かんだ私のアイデアが本当に正しいかちゃんと確かめてみたいんだ。だから日向くん、お願い。わかった。じゃあやるぞ。
これが事件の全てだ。今回の事件を仕組んだ張本人は被害者だった狛江田自身だったんだ。あいつはその計画のために必要なあるものを自分のコテージに隠し持っていた。オクタゴンから持ち出していたモノクマ特製の毒だ。狛江田はその毒を軍事施設にあった手袋とガスマスクを身につけた上で、ぬいぐるみ工場の給湯室から持ってきた消火弾の中身と入れ替えたんだ。その際にあるものが証拠として残った。それが消火弾の青いアルミの蓋だったんだ。そうやって毒薬入り消火弾を完成させた狛江田はそれを手に工場へと向かい、給湯室に大量に置いてあった消火弾の中にそれを戻したんだ。そして翌朝、俺たちの前に現れた狛江田は爆弾を別の場所に隠したと告げると、俺たちにその爆弾を探させている隙に自分はグッズ倉庫へと向かった。そこで狛江田は放火の仕掛けのためにモノクマのパネルをドアから一直線に並べ、並べた先のカーテンの前に火をつけたオイルライターを置いたんだ。そこから狛江田は自分が考えた狂気的な計画を実行していくんだ。まずネズミ以上から持ってきた槍の鞭の部分を天井の梁に通し、グッズ倉庫の奥に結びつけておいたロープで自分の手足を縛っていった。ただしそのロープのうちの一つだけは事前に焼き切ってあったんだ。そうやって両手両足が縛られたと偽装しつつ、右腕だけを自由な状態にしておいた狛江田は、天井の梁を通した鞭の先端をしっかりと左手に握らせておいた上で、ぶら下がる槍の下で仰向けの状態になったんだ。狛江田の狂気的な計画はそこからが本番だった。あいつは普通じゃ考えられない行動を実行していった。まず自分の口をガムテープで塞いで悲鳴を上げてしまわないようにしてから、自分の左腕や両足の太ももを次々とナイフで傷つけていったんだ。そして最後に、ぬいぐるみに固定したナイフに自分から右手を突き刺したんだ。両手両足を封じられた上に拷問されて死んだんだと俺たちに思い込ませるためにだ。それでも狛江田はまだ槍を手放さなかった。あいつの計画はまだ終わりじゃない。むしろここからが本番だったんだ。その頃俺たちはぬいぐるみ工場でようやく狛江田のメッセージにたどり着いていた。そのメッセージを見た俺たちはすぐにグッズ倉庫に向かったんだけど、それは狛江田の思惑通りだった。そこでドアを開けたことがきっかけとなってドミノ倒しのトリックが作動し、そのまま薄暗い倉庫の中を倒れていったパネルはライターを倒し、そしてカーテンに火をつけた。突然の火事に驚いた俺たちはすぐに工場の給湯室から消火弾を持ってきた。
そしてその消火弾を火元のカーテンめがけて次々と投げつけたんだ。その消火弾の中に狛江田が用意した毒薬入り消火弾があるなんて考えもせずにな。地面に落ちた毒薬は炎の熱で気化し、その周囲に充満していった。毒ガスはすぐにカーテンの裏側にいた狛江田の元まで届いた。しかもモノクマ特製の毒は気化すると空気より重くなる性質があったから、床に仰向けに寝ていた狛江田の付近はその毒ガスですっかり充満していたはずだ。そこで即効性のある毒を吸い込んでしまった狛江田は即死じゃないまでも気を失い、そして左手に握っていた槍の鞭を手放し、落下してきた槍によって腹部を貫かれてしまったんだ。これが狛江田の仕組んだ計画の全てだ。あいつの本当の目的は俺たちの中の誰かを犯人に仕立て上げることだった。その誰かは今となってはわからない。それは犯人でさえ自覚していない犯人なんだ。いくら推理しても決してたどり着けない真相、それが狛江田の罠だったんだ。犯人を決められないこの結末こそが、これが狛江田が仕組んだ罠の真相ってことになるはずだ。どうなんだ、七海。犯人を突き止める方法ってのは使えそうか？あの、七海さん。やっぱ無理なのかよ。適当に投票するしかねえってことか？今の話は、どれも当たってると思う。だからこそちょっと疑問に思ったんだけど、本当に犯人は誰でもよかったのかな。前に狛江田くんが言ってたよね。彼のトリックの根幹を担っているのは、その信じるって気持ちだったんだよ。私たちならきっと消火団に気づいてくれるはず。私たちならきっと消火活動を始めてくれるはず。私たちならきっと罠に落ちてくれるはず。お前田くんはそうやって私たちを信じることで命がけのトリックを実行に移したんだよ。何が信じるだよ。で、それがどうしたんだ。ほら、もう一つあったよね。狛江田くんが心の底から信じてたものがさ、それを思い出してほしいんだ。そうか、あいつが信じてたのは、あいつが持つ超高校級の幸運の才能だ。最後の最後に信じられんのは自分の才能しかねえってことだったのかな。別に珍しいことじゃねえだろ。ここにいるほとんどの奴がそうなんだ。ただ、彼の場合は特にそれが顕著だったよね。
ほとんど盲信的ってレベルじゃなかった？そうだな。ドッキリハウスでファイナルデッドルームをクリアした時だってそうだ。でも、あいつの運がどうしたんだ？今回の事件とは何も関係してないよな。何も関係してないのが変だと思ってさ。私たちを信じる気持ちをトリックに組み込んでおいて、自分の運は組み込まないなんて。そんなわけなかったんだよ。だって、あの駒枝君だもんね。あいつは何をしたんだ？あのね、誰でも良かったわけじゃないんだよ。彼にはちゃんと標的がいたんだよ。犯人に仕立て上げようと狙っている標的がね。標的って誰だよ？その正体が誰なのかは駒枝君自身にもわからない。彼はそこで超高校級の幸運という才能に頼り、その運を自分の計画に取り込んだんだよ。自分の幸運があれば狙った標的が毒入り消火弾を手にするはずだと信じて。運任せの計画ってことですか？そんなもんに命を懸けたってのか？運任せだからこそ命を懸けたんじゃないのかな。超高校級の幸運である彼としてはね。それって誰なんだ？駒枝が狙ってた標的って誰なんだ？そうか、裏切り者だな。駒枝は裏切り者を狙ってたんだな。じゃあ、あいつは裏切り者を炙り出すために自分の運を頼ったってのか？駒枝くんは最後まで裏切り者の正体を知らなかった。だから自分の運を頼るしかなかったんだよ。じゃあ、あいつがビデオメッセージで言ってたのは。ことかよ。そうだろうね。あの時点でも彼の計画は動き出してたはずだから。
けど裏切り者を炙り出すだけなら何も犯人に仕立て上げなくてもいいじゃねえか。さあ、おかげで俺らは大ピンチだぞ。裏切り者を乗り越えてみせろってことだろ。裏切り者の正体を暴いて、その絶望を乗り越えてこそ俺らの希望は輝く。あいつの言いそうなことだな。モノミちゃん、言いたいことがあるみたいだけど黙っててね。以上で私の推理は終わりだよ。駒枝くんの計画は裏切り者に自分を殺させること。どうする？みんなは私の推理を信じる？信じるしかないだろう。信じなきゃ今度はこっちが運頼りで投票する羽目になっちまうもんな。でも信じたからってどうすりゃいいんだ？だってその裏切り者がわかんねえんだったら投票のしようがねえじゃねえか。そうですよね。今さら名乗り出てくるとは考えにくいですし。もしあの爆弾騒ぎの時にさ、裏切り者が名乗り出てたらどうなってたのかな。駒枝くんもあんな無茶まではしなかったのかな。え？でもね、仕方ないんだよ。名乗り出たくてもできなかったんだよ。だってそんな風にはできてないから。ななのみ？どうしたんですか、ななみさん。しっかりしてください。だからね、私はみんなに当ててもらいたいんだ。当ててもらいたい？うん、当ててもらいたいんだ。それどういう意味だよ。日向くんは誰だと思う？未来機関の一員としてみんなの中に送り込まれた裏切り者って誰だと思う？なんで？みんなとは違うってことに疑問を持つことすら許されず。なんでだよ。裏切り者としてしかみんなと接することができなかった。なんでなんだよ。その人はそういう存在だから。そういう存在としてしか存在できないから。だからなんで？裏切り者って誰だと思う？ひなたくん、お願い。正体だったのか？ちょっと待って、待ってください。ああ、正解されちゃった。さすがだね。うん、大正解だよ。あのね、裏切り者って私なんだ。みんなの中に混じってた未来機関の人間ってね、私のことなんだ。ななみ、マジで言ってんのか？ななみさんが裏切り者だなんて嘘ですよね。冗談ですよね。ごめんね、本当なんだ。おい、なんで謝んだよ。どういうことだよ。おめえは今まで俺らを騙してたのか？騙されてなんていませんよ。だってずっと一緒に頑張ってきたじゃないですか。ずっと助け合ってきたじゃないですか。
七海さんが裏切り者だなんて、未来機関なんて恐ろしい組織の一員だなんて、そんなの嘘に決まってます。待ってください。未来機関が皆さんが思ってるような組織じゃ。立ってろ。俺は七海と話してんだよ。ううん、話すことなんてもうないよ。なんでだよ。だってもう犯人もその正体も分かったことだし、だからあとは投票タイムだけだよ。待てよ。俺はまだ納得してねえぞ。あなたが裏切り者だとおっしゃるなら、ちゃんと納得のいく説明をしてください。納得しないまま投票なんてできないって、さっき七海さんも言ってたじゃないですか。なあ、おめえが本当に裏切り者なら、どうして自分から名乗り出るような真似をしたんだ。おかしいよな、いきなりこのタイミングで名乗り出てくるなんてよ。確かにおかしいよね。むしろどうして私にそんなことができたんだろうね。多分どうしてもみんなを守りたかったからかな。ねえ日向くん、ちょっと頼んでもいいかな。頼む？俺に？私が裏切り者だってことを証明してほしいんだ。何言ってんだよ。なんで俺がそんなことを。何もかも話してあげたいんだけどさ、やっぱりそうはいかないんだよね。だからお願いするしかないんだ。私は君にお願いしたいんだよ。君ならきっとそれを証明できるはずだから。できるとかできないの問題じゃない。分かってるのかよ。そんなの自分を殺してって言ってるのと同じだぞ。そんなの俺にできっこないだろう。本当にごめんね。でもこれしか方法がないんだ。だからお願い。やるだけやってみるしかねえみてえだな。そいつが裏切り者だなんて信じたわけじゃねえが、確かめねえわけにもいかねえもんな。いっそのこと化けの皮でも剥がれてくれたら俺らも納得できるんだけど。化けの皮なんかありませんよ。だって七海さんは裏切り者なんかじゃないもん。物見ちゃ。へへへ、お会いに行く手もできたね。あっちはね、そんな女の仲間なんかじゃないですよーだ。そんな女のことなんか何にも知らないですよーだ。ねえ、それでかばってるつもり？下手くそだな。あちしはいつも一人ぼっちで仲間なんてどこにもいないし。だから、七海さんとも何も関係ないんですって。日向くん、頼まれてくれるよね？七海さんなんか仲間じゃないやい。私は七海さんなんか大嫌いなんだい。We'll be right back.
Thank you.
みんなで仲良くしましょうよ。
弾けてもなります。負けられません。ひなたくんのおバカやらせません。弾けてもなります。効果を下げますよ。消えてなくなり、ひなたくんのおバカ。みんなで仲良くしましょうよ。効果を下げますよ。ひなたくんのおバカ。ハチシとナナミさんは仲良しなんかじゃない。やい、これで終わりだ。小前田のコテージを調べたとき、俺が見つけたウサミのマークが入ったノート、あれってお前のノートだよな。小前田がお前から盗んだノートなんだよな。知らない知らない。まさかそこに裏切り者の正体が書いてあったのか。はい、そういう展開になると思ってちゃんと持ってきましたよ。いつの間に。そのノートよこしやがれ。あれ、なんだこれ。物見の絵日記か。どこに裏切り者の正体が書いてあんだよ。きっと小前田もそれを期待してこのノートを盗んだんだろうな。でもこのノートから裏切り者の正体はわからない。もちろん小前田にだってわからない。ただし俺だけは別なんだ。おめえにはわかるってのか。今になってようやくだけどな。そもそもそれは物見の日記なんかじゃない。物見は字が書けないらしいんだ。じゃあこれを書いたのって、物見とつながってる誰か、つまり裏切り者と考えて間違いないはずだ。とするとこいつは裏切り者から物見に宛てた報告書みてえなもんか。俺らの行動を監視して物見に報告してたって証拠だな。ですがそこからどうして裏切り者の正体がわかるのですか。それは俺とある人物しか知らないはずのやりとりがここに書かれていたからなんだ。そのノートにはこんな記述があったんだ。その通りなんだ。確かに俺はファイナルデッドルームに入ろうとした。でもそれを知ってるのって。
そうなんだ。それを知ってるのは七海だけなんだ。だからこんなことが書けたやつなんて七海以外には考えられないんだよ。何かの間違いです。だって七海さんが裏切り者なら、今まで七海さんと一緒に過ごしてきた時間は何だったんですか？あれも全て偽りだったと言うんですか？ソニアさん、七海さんはモノクマさんに操られているんです。だからみんなで助けてあげましょう。俺だってまだ納得してねえぞ。だっておめえが裏切り者なら爆弾を見つけた時にあんなことするわけねえんだ。そういや、七海は真っ先に自分の生徒手帳をカードリーダーに通してたな。裏切り者の生徒手帳だけに反応するって言われて真っ先に試すなんて、ありえねえだろ。裏切り者ならもっと警戒してるはずだぞ。きっと七海は爆弾が偽物だって知ってたんだ。だから狛江田の罠もハッタリだって分かったんだ。知ってたって？違います。そんなの絶対に違いますって。どうして日向さんはそんなことを言うんですか？そんなに七海さんを裏切り者にしたいんですか？そんなわけないだろう。私は信じません。七海さんが裏切り者だなんて絶対に信じません。だってそんなわけがないんです。でも、それじゃあ誰も救われないんだ。七海さんは裏切り者じゃありません。爆弾の解除を試した時、七海は真っ先に試してたよな。裏切り者ならもっと警戒するはずだ。あの爆弾が偽物かどうかは七海さんには分からなかったはずです。あの時点で偽物だと知っていたのは実際に爆弾を使った私だけです。爆弾にかなり詳しくねえ限りは見ただけで偽物かなんて分かりっこねえ。七海さんは裏切り、爆弾の解除を試したとき、七海は真っ先に試してたよな。裏切り者ならもっと警戒するはずだ。あの爆弾が偽物かどうかは七海さんには分からなかったはずです。あの時点で偽物だと知っていたのは実際に爆弾を使った私だけです。そうじゃないんだ。違うだろう。あれが偽物だって知ってたのはソニアだけじゃなかったはずだ。軍事施設の爆弾が偽物だと分かった時、そこには物見もいた。お前自身がそう言ってたはずだぞ。
そうなんですか、ソニアさん。ナナミはそれをモノミから聞いたんだ。だから爆弾が偽物だってことを知ってたんだ。バレちゃったから白状するとね。偽物だって知ってたのにみんなに言えなかったのは、私がそれを言っちゃったら、モノミから聞いたっていう経緯まで説明しなくちゃいけなくなるからだよ。聞きたくありません。もういいです。それ以上言わないでください。私はもう嫌なんです。もう誰も疑いたくありません。ソニア、それに爆弾が偽物だと知ってたからって、だからってその人が裏切り者だなんて決めつけられないはずです。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。偽物と知ってることが重要なんじゃない、誰にそれを聞いたかが重要なんだ。そうだ、物見に聞いたってことがだ。あの爆弾が偽物だと知っていた人は、私と物見さんの他にもいたはずです。それは物熊さんです。先ほど物熊さんはおっしゃった、島のことなら何でもわかると。人にあれが偽物だと言われば、物見さんと七海仲良しだとは言い切れないはずですよ。くそ、爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、
私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。偽物と知ってることが重要なんじゃない、誰にそれを聞いたかが。そうだ、モノミに聞いたって。あの爆弾が偽物だと知っていた人は、私とモノミさんの他にもいたはずです。それはモノクマさんです。先ほどモノクマさんはおっしゃってましたよね、島のことなら何でもわかると。しまった。あの爆弾が偽物だと知っていた人は、私とモノミさんの他にもいたはずです。それはモノクマさんです。先ほどモノクマさんはおっしゃってましたよね、島のことならな。俺たちは諦めたりはしない。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。
爆弾が偽物だと知っていても七海さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。偽物と知ってることが重要なんじゃない、誰にそれを聞いたかが。そうだ、あの爆弾が偽物だと知っていた人は私と物見さんの他にもいたはずです。それは物熊さんです。先ほど物熊さんはおっしゃってしまうのことなら、なと七海さんは物熊さんからあれが偽物だと事前に聞いたのです。であれば物見さんと七海さんが仲良しだとは言い切れないはずですよ。あの爆弾が偽物だと知っていた人は私と物見さんの他にもいたはずです。それは物熊さんです。先ほど物熊さんは島のことならな、と七海さんは物熊さんからあれが偽物だと事前に聞いたのです。そうだな、物熊なら爆弾が偽物ってことくらいは知ってただろうな。だけど、モノクマは誰にもそれを話してなかったはずだ。だけかもしれないじゃないですか。いや、こういう時のあいつは嘘なんてつかない。そんなことはお前だって。ひなたさんは七海さんよりも物熊さんを信じるのですか。そうじゃない。それによ、七海が裏切り者だったとしても本当にそいつに投票していいのか。要はそれって狛江田の運を信じるってことだろ。そうじゃないんだ。あいつの運に乗っかれってのか。あんな奴に俺らの命を預けろってのかよ。お前だなんて信じられるわけねえだろ。そうじゃないんだって。俺たちが信じるのは狛江田でも物熊でもない。俺たちは七海を信じるんだよ。え、裏切り者がどうとかそんなことは別にどうだっていいんだ。裏切り者が七海だったとしても、そんなの俺の知ってる七海じゃない。俺が信じるのは今まで俺たちと一緒に過ごしてきた七海だけだ。その七海が命がけで俺たちを守りたいって言ってくれたんだぞ。だったらそれを信じるしかないだろう。そうでなくちゃ誰も救われないじゃないか。畜生。ねえ、ちょっと聞いてくれるかな。あのね、悲しむ必要はないんだよ。だってこれは今までのとは違うもん。みんなは今までみたいに誰かを疑って生き残っていくわけじゃない。みんなは私を信じて生き残っていくんだよ。あなたを信じて、あなたを犠牲にしろとおっしゃるのですか。そんなの残酷すぎますよ。ごめんね。千秋ちゃん、モノミちゃんも、ごめんね。こんなことになって、きっといろんな人からすごく怒られちゃうよね。でもね、私はどうしてもみんなを守りたかったんだ。それに、そうできることが嬉しいんだよね。正しいか正しくないかは、私が決めることじゃありません。ただ、あなたがそんな風に思えたことは、とってもすごいことだと思います。奇跡、なんて呼べるかもしれないですね。ねえ、さっきから何を二人で話してるの？みんなポカーンってなっちゃってるじゃないの。わかってるよ。投票タイムでしょ？ななみ。心配しなくても大丈夫だよ。私を信じて。
私に投票して。くそっか、なんでこうなっちまうんだよ。それでも待っててごめんね。そんな、ごめんね。だってあのね、なんでだよ。あのね、
つうか。だからよ。ぷぷぷ。はい。マジかよ。え？だあ！うん？あのね。千秋ちゃん、きっとこらこら、負けられません。
ぷぷぷぷ。違いますよ。で何をしようと、ナエタの軍勢を持つ僕は痛くも痒くもないんだよ。お前の命がけなんて、所詮はその程度の価値しかないんだ。どう？この圧倒。ください。つーか、やべえなこりゃ。ほら。ぷぷぷぷぷ。みんな、いろいろとごめんね。騙すような真似して。ごめんね。最後まで守ってあげられなくて。ごめんね。
最後に一言だけ先生っぽいことを言わせてください。英雄になる必要なんてないんですよ。無理に誰かに認められなくてもいいんだからね。そんなことで自分を責めたり他人を責めたり、そんで誰かに嫉妬したり。でもね、そうじゃないんです。他人に認められなくても自分に胸を張れる自分になればいいんです。だって自分自身こそが自分の最大の応援者なんですから。そうやって自分を好きになれば、その愛は一生自分を応援し続けてくれますよ。ラーブラーブ。バイバイ。みんな大丈夫だよ。輝かしい未来はいつだって君たちの前に広がっているから、本当だよ、絶対だよ。だって私にはわかるんだもん。バイバイです。皆さん、先生のこと忘れないでくださいね。では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。なんと、ふう、あ？
いこら！圧倒します。
と聞くがいい。ああ。ああ。
このメッセージを見てるのは誰かな？おいおい、残念だよ。さて、僕はね、
呼吸を希望と呼んでくれ。
you